小さなあくびを一つ、眠たげな瞳を開いて、茨姫は考える。眠い。ベッドから出たくない。ずっとずっと、まどろんでいたい。目覚まし王子は邪魔なだけ。そうだ。それなら作者にお願いして、ずっと寝ていられる世界にしようっと。その望みに必要な代償が、他人の命だとしても。茨のお城は眠りのゆりかご。みんなぐっすり寝てるから、入る際には静かにしてね。パパとママからお休みのキス。優しくふんわり暖かくて、とってもとってもくすぐったい。太陽が昇っても、お月様が昇っても、ぐっすりすやすや夢の中。今日はどんな世界に遊びに行こう。夢の中ではどこでも行けるの。お花畑に綺麗な海、緑の山に青い空。夢の世界で私は自由だから。夢の中では何にでもなれる。素敵な王子様にだってなれちゃうの。だから本物はいらないかも。祝福してくれた魔法使いには悪いけど、呪いをかけてくれた魔法使いにありがとうって言えたらいいな。眠りを与えた糸車。周りはとっても憎むけど、このまま眠り続けるのも悪くない。だから、起こさないで、眠らせて、ずっとベッドの中で幸せに。その願いを破るなら。ぐっすり寝ている茨姫。その寝顔はまるで天使のよう。でもね、実はとっても寝起きが悪いのです。だから起こすときは優しくそっとしないといけません。なのにおバカなナイトメア、いきなり姫を起こしちゃった。ああどうなっても知らないよ。起こしたの誰？疑心？暗鬼？うん、了解。死刑。あと、起こさせたあなたたちも死刑。姫の眠りを妨げた無礼な無礼なナイトメア。夢の茨に取り巻かれ、ぐさぐさ刺されて死んじゃった。姫はただ寝たいだけなのです。お日様の匂いのするシーツにくるまって、柔らかな枕に顔を埋めたいだけなのです。姫の願いは可愛らしくてささやかで、だからそれすら邪魔するものはみんなみんな死ねばいい。睡眠、それは茨姫を取り巻く呪いの糸車。